いやあ、せつぬけいすきだよ。冴えない荒野を目指す楽園の僕。よっしゃ、続きやっていきたいと思います。前回のパートね、ここの俺たちに翼なんてないスタンダードエディションってやつを終わらせてね、で、実はその次はね、アフターストーリーってことで前後編みたいな感じになったらしいですって感じで、ね、今回アフターストーリーやっていまーす。あ、ちょっと待って、やりこえ忘れたことあったわ。ちょっと冒頭の挨拶のエッチな言葉を言うのを忘れたわ。おっぱいボロン。あ、待った、もう一つ忘れた。ちょっと待って、戻っていいかな。ダメだ、戻るねえ。ここまで来たら、どうぞこんな衝撃的なものを見たら戻るに戻れねえわ。ちょっと親方の一言をちょっと見るわしとったけどさ、こんな衝撃的な映像を見せられて戻ってられるか。ちょっと待って。おい。ああ、俺がやっているのは冴えない声を見せる楽園の僕のはずなんやけどさ、あれ？トイストーリーじゃないよな。これトイストーリーだったかな、間違えたかな。よーブラザー、ここには何をしに、いや、俺は冴えない恋を目指す楽園の僕をしに行きたいんやけどさ、あれ、なんか納得しようとしてるな、お前。なるほどじゃないわ、お前。一攫千金夢見て仲間集めに来たってわけか。仲間探しに来た感じになってる。俺がレクチャーしてやろう。そう、最初バズと仲悪くてさ、なんか経営の中みたいになっとったはずなのにね、お前。俺の名はアンドリュー。アンドリュー、仲間内からはジョニーって呼ばれてるのさ。なんでアンドリューって名前でジョニーなの、お前。あと俺は別の名前で呼ばれてるアンドのことを知ってるような気がするんやけどな、違うんかな。報酬は酒一杯おごるだけでいいからさ。はあ、それで、はい、で、はい、仲間集めのコツを知りたい。それなら最初の仲間に絵師を選ぶことだろう。ほう、それはどうして？ゲームの紹介にあたってまず最初に目につくのはイラストなんだからな。ああ。絵が良ければスタッフなり客なりいろんな人間が来るさ。結局最初は見た目なんだよね、みんな。とにかく真っ先に絵だね。真っ先に見た目ってことだな。次に何が必要か。そうだな。バストサイズ？いや、結局女の話になってるやん。女の話になってる。違う。これは仲間探しの話だからね。スクリプトも細かいところをやってくれる縁の下の力持ちだからな。はあ。彼らの能力をバカにしてはいけないぞ。POE でいう桜さんポジションです。そりゃ、偏屈な奴らばかりだが、彼らの力を侮ったらいけない。彼らは機械言語を操る魔術師たち。そうなの？すごいスクリプターが。ゲームの質を数十倍に引き立ててゲームが見違えて見えるぜ。はあ？え？プログラマーじゃないのかって。プログラマーとは大道具を用意するもの、スクリプターは演出を見せるもの。同じ PC 使いでも全然違うからな。あ、そうなんだ。もうよくわからんけど、フリーのプログラマーっていうのもいることはいるが、砂金みたいな人を探すよりはフリーならスクリプターが一番いいだろう。あ、フリーイコール無料って意味じゃないぞ。そこは間違えるなよ。分かってるわ。それは分かってるけど、スプリクターもプログラマーもよう分からんのよな、俺。まあ彼らは無料でやってくれたりもするが、お金で契約する方が無難だろ。はい。お金を取るってことは、それだけ自分の腕に自信があるってことなんだからな。うん、そりゃお金を取れるだけのあれがあるってことなんだろう。覚えたてを雇うのは地雷なのかって。そんなこともないぞ。本人が本気でやる気のある人間ならすぐに上達しまくるからな。うまくいけば青互いってやつよ。すいません、青互いってどういう意味ですか。え、何、音楽もあった方がいいかって。そんなこと言ってないですからね。すぐに用意できるだけのものはあるのかい。現金ってことが物って言い方するじゃないわ、お前。奴らは傭兵だぜ。無償でやってくれる奴なんて少ないからな。傭兵って言い方するな。そりゃ全くいないわけではないから、地道に足で探すんだな。妥当なとこで一曲あたり3000円から1万円ってところかな。そう、曲って結構高いのよ。なんか CD でさ1000円とかで買いようかもしれんけどさ、本当のとこはこんだけ取ってもおかしくないところなのよ。知ったかぶりしとうけど俺もよう分かってない。ん？高い？だったらフリーで公開してる作品でいいだろう。あ、
何そのハって言い方。フリーだとどっかで聞いたことのある曲ばかりだ。そりゃそうだろうよ、フリーなんだし、それだけ使うのも多いだろう。そうだよな、いろんなフリーゲームやってきたらさ、この曲前にも聞いたことあるわっていう曲さ、バンバン出てきたりするからな。あのこの実況者さんの動画で使われてる宣伝タイムの曲はこのゲームではなくオープニングには使われてますよみたいな、そんな感じで、そういうことよくあるからな。ああ、そもそもフリーゲームなのになんで金を払わなきゃいけないんだ。そりゃお前、技術を持ってる人間がただで手を貸してくれるやつらばかりだと思うなよ。うん、わがまま言うんだったら、ただでやってくれる人間を自分で探すことだな。え、シナリオ？シナリオで一発当てるだって？おいおいおい、最初から有名なやつだったりするのならまだしも、無名のシナリオライターを前面に出してもあまり効果はないぜ。ほう、無名を有名に見せかけてやる作戦もあるにはあるが、とにかく絵が当たればクソなシナリオでもそれなりな評判にはなるから、それが無難だと思うぞ。なんか身も蓋もないこと言うなよこいつ。ところでお前さん、いろいろ聞いてきたから全部教えたけど、お前さんは結局何をやるんだい？は？プロデューサーをやる？聞くところ、プロデューサーって一番技術力がないようなところって言えば、まあ身も蓋もないけどそういうことになるんよな。いや結構大変やぞ。大変やとは思うけどね。お前バカじゃねえの。出ました、バカじゃねえのって言い方。何の効果。SE、 この SE は何だよお前。どうだ、最近カットしてるんで、あえてカットせずに来てやったぜお前。なになに、エシーさんって一番憧れる。おお、そうやな、やっぱなんというかね、一番注目されてるのってはさ、エシーだったりするよね。やっぱり目で見えるもんてんが。とりあえずはキャラの立ち合いは終わったんで、あとは指令を数枚残すだけですね。いつものように定時の報告をする。我らが POE のメンツ、なかなか作り込まれてきとんやな。なんだけれど、とりあえず 6日ぐらいにはスチレ全部洗顔するくらいはいけそうな。どうした？あれが？あ、もしかして主人公のことが、ユーラブすぎてちょっと仕事に手がつかないやつですかね。高坂さん無反応。仕方ない、反応がないので俺は指を鳴らす。指がない？やめろよ、あるから。いやねえよ。それともなんだ、ドラえもんみたいにたまに作画でちょっと指が出てくる感じのやつなんお前。弟よ、近くにいた後期過去おたまくんを呼ぶ。行為。俺の呼び出しだけで何をすればいいのか分かっていますとよ、と言わん場合に飛び出す。うわー、フルワッハー。ちょっとフラッシー入ったぞよ、まあ、おたまくん。そしてどうした、すごい落ち込んだような効果音出たけど。なしー。いやもうそれ明らかにフラッシーだあんた。お前、おたまじゃくしかと思っとったら実はなしだったのか。なしー。あからさまに落ち込んでいる。なしー。息が上がっている。限界のようだ。多分あいつ本人も PC 使いながら反復横跳びをやっているはず。だとしたらすげえバカだな。弟だよ。弟、下がれ。くそふ、まだまだですね。あ、そういえ、ふなっしー、もういなくなったな。何年前の話だろ。何年前って、そんな何年前ってわけでもないけどさ。
確かにいつの間にかフェードアウトしとったな。てかゆるキャラっていう存在自体がテレビに出よらんような気がするな最近。僕が出ましょうとすっと前に出る親方。あいつこんな状況なのにあの目。それでも親方なら、親方ならきっと何とかしてくれる。そういう目をしている。どういう目だよいつも通りだよ。見ろよ、やつの筋肉。まるで、鋼みたいだ。え、そうかね。こいつはやるかもしれねえ。寝てるんですか。だったら、さっさと起きてください。ふずあんだけ前振りされといて、鋼の腕とか、そんな話のことにしといて。いや、それでいいんだけどさ。え、あ、え、なに、反応したお前もお前でそんな誇らしげな顔をするんじゃない。貴様、命拾いしたな。あ、BGM 消えたし。もうよくわからなすぎて BGM が消えたぞ、お前。どうしてくれるんだ、この空気。とりあえず、俺の報告は終わったんですけれど、通常業務に戻るんじゃないわ、お前。あ、うん、うん、わかったわ。じゃあ、次の時にでも戦艦の提出をお願いね。私の番でいいですか。終わってるからいいんじゃねえの。作業自体は終わってはいますけど、書き下ろしで小説をホームページに載せるというのはいいでしょうか。ふむ。とりあえず、ゲーム本編の前日談を書こうと思っています。いいね、前日談。そういうのから入ってゲームをやってくれる人もおるかもしれんけんな。それで反応が良ければ、ゲームが出てから後日談的なものを載せようと思っているのですが、すごい、ビフォーとアフターも作ろうとしているこいつ。いいんじゃない。ピアノの小説って面白いし、手持ち、なんて読むんだ、手持ちなさったになりそうなことがなくなるしな。そうね。じゃあお願いできるかしら。はいはい、頑張って書きますね。じゃあ音楽担当。バカの仕事は全て終わりましたよ。なので待機中です。だろうな。出なきゃそんな笑顔にはなってない。どうします。ピオさん見習ってボーカル入りの曲でも作りましょうか。正直言ってボーカルドロイドを使うのはあんまり好きじゃないんですけどね。なんそのボーカロイドってストレートに言えばいいのにさ、ちょっと回りくどいような文字数。ならなぜ言った。僕は嫌いとは無関心と答える人間ですので、好きじゃないだけで嫌いとは言えないですからね。めんどくさいやつだなお前。それがビューさんの小説のところに流れる書き下ろしの曲でもありますか。妙によってはすごい古いサイト扱いになりそうだなそれ。え、そうなんですか。まあ俺もネットでたまにそういうサイトがあったとか情報でしか知らないんだけどな。すごいですね、そんな異物扱いのサイトなんて。異物扱いなの。そうなんだ。へえ、何か関係あるのか。ちょっと、あれ、姉子どうしました。それ私が過去に作ってたやつなんだけど、みんなかのように言うんじゃないだろうね。ちょっとジェネレーションギャップをね。はは。うん、ああこれあれだな、この5人でさ、さくらさんが飛び抜けて年上のやつなんやな。なるほど、納得した。なるほど、親方はだいたい主人公と同年代ぐらいというわけだ。手持ち無沙汰って読む。そんな、周りくどい読み方するような感じに並べるのやめてほしいな。一体どうしたんだろうな。通話？先輩。あー出た、久しぶりだ、かみさんの声聞いたよ、ちょっと。前の出番がさ、さくらさんとぶつかってさ、恥ずかしないけど去っていく役というね、なんじゃこれな感じだったけどさ、久しぶりにこの声が聞こえてよかった。しかも先輩でちょっと可愛い声だった。おー、どうした？いえ、
がおかしいなって思ったんで、何か知らないかなって思って。鋭い、この後輩鋭いぞ。実はね、さくらさんはね、主人公に恋をしてるんだよってなんか言っても信じてくれんだろうか。さすがの俺も知らないな。鈍感めえお前。それなら本人に直接聞けばよかったんじゃね。絶対教えてくれないよ。だって、ね、声だもん、声。それはちょっとね。それに先輩とお話もしたかったですから。何それ、先輩もお話もしたかったかですから。脈ありだぞ、すげえ脈ありだぞお前。そうか、俺は話すことないんだよ。お前な。女の子のことを考えろ、女の子の心を考えろお前は。だからどうでなんだお前は。ふう、危機は去った。お前芝かえろお前。もう非リア充の俺から言わせてみろお前、しばかれろお前。うん、すごいな、主人公モデキなのに何お前羨ましい感じに。どうした、タク。はい、もしもし。いきなり切るってひどくない。そうだよ、ひどくない、ひどくない、ひどくない、夢だけど夢じゃなかった。あ、切った、早っ。ふう、はいはいはい。先輩、これあれだ、こういうコントなの。別に誰かが見よるわけでもないけど、二人でこういうコントやってるんだ、ちょっと。俺は話すことなんてないんだけれど、とか言いながらさ、バストサイズの話し始めたらめっちゃ食いつくだろうね、お前は。私にはあります。なんかかわいい。ちょっとさ、かわいい、高橋さん。同じことを、ちょっと俺にも言ってほしいんやけどな。俺自身にも、刹那圭介にも。やれやれ。手短に頼むぞ。諦めた。はーい。おー、はーいって。それでね、先輩。結局、後輩に付き合わされて夜中まで会話した。会話内容に中身なんてない。推しに弱えな、俺って。推しに弱い系男子だったんじゃ。高橋さん頑張れ、ガンガン押していけ、肉食系。サイボク。人生楽だけありゃいい。いい歌、いい歌詞やなそれ。店長のやつ、嫁さんとデートするから今日は早く閉めるぞって言ったけど、そんな感じで店の開け閉めをやっていいのかよ、いいんじゃない。もともと客なんかそんなに来そうじゃなかったし。しかし店長もブルドッグとチワワをミックした感じの奥さんとよくデートに行けるな。もう周りから見たら、散歩みたいなの見えるんだろうね。あれか、デートイコール散歩か、保健所デートなのか、注射を打たれるの、それとも店長が直接注射したうの、それいやらしい意味、うえっ、想像してしまった。まあ何にせよ幸せなことで。あれ、なんか手紙が入ってる、これってなんだっけ。このざま、いや頼んでなかったよ、このざま、え、何なの元ネタ、なんか頼んでなかったってことは、なんか注文するピザ的な感じなんかな。差出人は綾瀬誠、あ、誠さん、誠、あ、思い出した、誠さんからか。しかしなんだろうこれ、このざまって何なの。よっと、ハサミハサミっと、さて何が入っているのか。これでさ、唐突にさ、なんかエロいもの出てきてさ、えってなるよ。マクドさん何を食いつけてるの、えってなるよ。マジか、何、ちょっと待って、本当にエッチなものが出てきたらちょっとまずいよ、まずいよ、まずいよ、何これ、
ああ、サインか。欲しいって酔ったのな、そういえば。茶封筒の中身は一枚の色紙。そこに書かれた名前は、梅立徳だったっけ。もう漢字が出てきたら読み方よくわからんところがあるからな、お前。って言え、梅立徳でようあっとるわ。だいたいここにひらがなで書いとるわよ、お前ら。何にせよサインだ。星が取ったやつや。スクーパーの作品さ、スクーパーの作者のサインである。本人のと言われても、本物とか見たこともないので、わからない。でも、梅立徳とサインがしてあるので、本人だと思う？あ、裏に何か書いてある。奥とかに出すんじゃねえ、奥に出したりとかするんじゃねえぞー。ご丁寧に画像、自画像付きである。大丈夫大丈夫、こんなサイン奥に出しちゃって売れねえから。この自画像なら確かに著者のところに書いてある絵とも一緒だ。うん、本人で間違いなかろう。でもそんなことより、生サインだ。お前、高橋さんに通話求められた時そんな反応しろよ。お前、俺だったらさ、高橋さんに通話を求められた時にそんな、わーい高橋さんからの通話だみたいな感じになるぞ、お前。お前、それをなぜ高橋さんの時に言えない、お前。すげえ本物だ、カッホーフラッシー。おっと、誠さんに俺のメールを出さないと。先日はお世話になりましたと。これでよし。なんかあかんがちょっと丁寧だったな。ニヘラ。わーい。わわわわー。フラッシー。やっほー、フラッシー。イエース。とりあえず神玉にも飾るか。おいおい、いつここに神棚があったんだって話だよ。はっ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 は。フラッシー。なんだこれ。兄弟ともにテンション上がったらフラッシーになるタイプの兄弟なのか。おっと、電話。はい、こちらウルトラ警備隊。事故ですか、怪獣ですか、それともバッタシ。何を言ってるんだこいつは。あ、間違えました、すいません。おー、ノリがいいですね。なんだ、誠さんじゃないですか。合ってるんじゃない。なんとなく間違ってるかもしれないと思ったんじゃ。ありまして。まあいいわ、それよりもちょっとお出かけしない。えっ、ちょっと待ってください。それはデートを誘ってるというんですか。ちょっと、ちょっと待って、さくらさんには、ああ恋心を持たれて、高橋さんにはなんかすごい積極的にアプローチされて、さらに3人目が出てきましたね。そうだ、この女もいたのだっていう、そんな感じです。誠さんルードに入っております。ほう、珍しい人からのお誘いがかかったものだ。でも誠さんのおっぱいも大きいからな。ほんと主人公羨ましい。爆発しろお前。どう、たまには違ったお姉さんと遊んでみる気にならない。それは遊んでくれるって言ってるな。逆にそれは友達に遊んでくれるって言うな。お前、俺親から知らない人と夜に出歩くなって教育されてるんだよ。知らない人って言うな。お前、サインもらって知らない人って言うな。お前はそれなら仕方ないわけないでしょ。なんでノリの良かった。すいませんが、この話はおごるわよ。喜んで向かわせてもらいます。とりあえず自分の利益になるんだったらいい感じだ。さくらの言った通りの子よね、あなたって。そうだろ。そんな照れるじゃないですか。褒めてないわよ。まあこの間のホテルのロビーに来てくれればいいわ。え、何やそれ、今度は二人きりだよって言いてえの。やばい、これアベマ TV だったらさ、やりたかも委員会に出されてもしょうがないぞ。そんな案件、そんな案件だぞお前。ふむふむ、とりあえずは前回のホテルに行けばいいのだな。ってわけで急いできてね。出ないととんでもないことになるかも。え、もしかして誠さん性欲ムラムラでさ、知らない男に当たってしまうかもしれない的な感じ。ちょっとやめて誠さん、そんな綺麗じゃなかったはずだ。え、それってどういうこと。しょ、じゃあ待ってるからね。バイビー。今頃バイビーって言う人もなかなか珍しいですね。バイビーってそうじゃなくて、どういうこと。まあ急いで行けば。電話、また先輩。
ああ高橋さんだぜ、お前リアルの方でも電話してきてんだ、お前は羨ましいな主人公君、ははは。おかけになった電話番号は現在から急に使われなくなりました。番号をお確かめの上で電話をかけないでください。ようこんなスラスラ言えるね。アクアサッタ。さあ急いで準備を。知らない番号。天丼は1作品に3度まで。それ以上はくどくなるから多用してはいけないって習わなかったんですか。何メタ発言してんだお前は。あと高橋さん、なんでその天丼してることを知ってんだお前は。お前俺の部屋に盗聴器を仕掛けてんのか。どうやらなんだよそんなの。あれか、お笑い漫画道場か。お前どっからかけてるんだよ。家の電話からですけど。その手があったか。家の電話、そういうのもあるのか。一人暮らしでスマホにしてたからそんな存在忘れてたわ。今から出かけないといけないんだけれど。どういう感じこれ。でしょ。違います、さくらさんとばっか行くわけじゃありません。俺は結構モテモテなんで別の女がいますって言ったらしばかれそう。いや違えよ、毎回毎回さすがの俺も姉子の世話にはならねえって。でも女の方なんでしょ。ゲック、鋭いな高橋さん。これもしかしたら結婚した後結構浮気とか見つけるのうまいタイプのやつじゃないのか。それはなんでその反応し方。ほらやっぱりってお前は妹か。ずるいずるいと言う、ずるいって言うの。あ、ずるいって思ってるの。たまには可愛い後輩ちゃんにも優しくしてくださいよ。それは同感だぞ。久しぶりに出たんだぞ高根さん。自分で可愛いって言うなよ。あ、でもね、誠さんと高根さんだったらさ、誠さんのおっぱいの方に控えてしまうかもしれない。あ、でも高根さんの可愛さも捨てがたいからな。かわいいけど。わかったよ、お前も連れて行く。束縛厳しそう。束縛厳しそう。そうかもしれないな。今の話からすると誠さんにはついてから事情を話してみるしかないか。なじゃ了解です。んじゃ、とりあえず駅に集合ってことで。マジか。はいはい、私は今から親に出かけると言ってから行きますね。真面目ですね。ちょっと待って。そんな別にさ、こっちに聞けるように言わんでもいいんやけど。うん、そう、その人。そうそう。どの人だ。どの人なんだ。え？お前、親に俺のことを話してるの？しかも結構なこと知ってる？え？これって、わかった。大事に使うね。何を渡されたんだ。何を渡したの？ねえ、ママさん。先輩。はい。どうした？許可出たんの。俺相手に泊まっていいで許可出たんの。なんでそうなるんだよ。すげえわ、もう親公認だ。多分ベッドで一夜を過ごしても親に怒られないんだろうな。素晴らしい。ああ、今回のシャンハイラプトシーさんのゲームの宣伝だ。スクールパーティーのセルフスピンオフ。スクールパーティーがまずどんな設定なのかちょっとわからんけど、まあそれのスピンオフもあるんですよみたいな感じの話は。そう、先週系らしいですね。2作品目結構作っとんよな、上海ラップと。この絵はなんかちょっと前も見た気がするけど。あ、父でかい。スクールパーティー、ようやくスクールパーティー本編の方の宣伝し始めてきた。あと今の巨乳のキャリア見せられたらさ、案外このゲームの作者さんもさ、おっぱいでかいの大好きみたいな感じなんだろうか。しかし一体何があったって言うんだ。ホテル来た。来たことはあれ、結局高橋さんと会ったんかな。高橋さんスルーしてるなこれ。急いで来たのはいいが、あ、高橋さんの方。え？
あ、これあれか、高橋さんと一緒に誠さんのところに行くというさ、二人の約束を混ぜてきた感じ。ちょっとこれありか。ちょっと 3P 入るよ。 3P 何 3P 入ろうとしてるんだお前。羨ましい限りだぞお前。混ぜろ。後輩に至って驚きのあまり固まっている。元は引き込みの女王にお高いホテルはハードルが高すぎたか。大丈夫か。こうそんな確かに高級なホテルでっていうのも女の子のやりたいシチュエーションナンバーワンに入っているところですけれど。そうなの。普段金なし貧乏大学生の先輩が私のためを思ってくれてというのも分かりましたが、先輩めっちゃ大切で扱われてる感あるやんお前。大丈夫、無理してない。あとおっぱい触ります。触りまーす。えい痛い、先輩がぶった。チョップだチョップ。それに俺はいざって時には男尊女卑はビクトリーパンチ略して DV パンチを繰り出す男だから安心しろ。爽やかな笑顔で答える。爽やかにゲスいことを言い放ってらっしゃる。人間誰しも心の中に獣を飼っているものさ。いいことを言うね。だったら俺のさっきの発言も肯定されるな。そんなセリフでときめくなんてありえないんだからね。ときめいてるじゃないか。粉を見せられて誠さんはどう言うだろうな。第一声なんて言うんだこれは。君ちょろいって人から言われない。高橋さんに対してか。誠さん誰です。ああ、この人は後輩。後輩は俺の後ろに隠れて誠さんを威嚇している。ああ、猫みたいな感じなんだろうな。あらら、ちょっと高橋さん的にはポイント低かったが、ははは、典型的な猫みたいな感じだ。うんうん、大丈夫。ほら、誠さんはそう言って右手を出す。後輩の爪が誠の右手を傷つける。慌てて引き離そうとするが誠さんに静止させられる。大丈夫、ほら怖くない。おっと、温かみを見せてそのまま後輩を抱きしめる誠さん。ね、怖くないでしょ。あれ、このちょっとさ落ち着く安眠ボイス的なやつは。この子はただ怯えていただけだからもう大丈夫。ごめんなさい。わあ、怪獣させられた、怪獣させられた。お前、きちんと謝ることができていい子ね。えらいえらいできないます。そう言って後輩は頭を撫でる。先輩どうした。私この女性のようになりたいです。後輩は目をギラギラと輝かせて答える。ああ、いいんじゃね。わあ、人生の目標見つかっちゃうじゃないかお前。うん、別に止める権利ないし。何これ、シンパシー感じてる、シンパシー感じてるぞお前。なんだろうこの状況。なんだろうね。最後く、ちょろいな高橋さん、ちょろいな。これ土下座したらおっぱい探してくれてもいいんじゃないの。土下座したらおっぱい触らせてくれるんじゃないの。そんな感じがしている。